今日は志摩市でティップランを楽しみたいと思います。早速ご同行いただきますのはバレーフィルから大西正人さんです。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、島の状況はこの春いかがでしょうか。そうですね、今年はやっぱり海水温が高いのか結構大型がね、上がってます。で、はい、2キロオーバーもコンサートで上がってますし、うん、まあ日によっては3キロも上がってますので、すごいね、はい、いいんですね、はいはい、でですね、実は今日は、バレーヒルの西田健一さんの船タートル号に乗せていただく、ね、ということですね、はいじゃあちょっと今日は西田キャプテンの腕もね、そうだよね、もう船長さんの腕やっぱり腕にかかってますからね、はい、はい、今日は一日楽しんで大きいの出たらいいですね、頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー釣り人の休日を応援するエサ吉。ポイントに到着しました。それで水深がだいたい40メートルぐらい、まあ、私が使うのは、うちのバレーヒルのタングステンのスクイットシーカーになります。でこれ 43g あるんですけれども、まあ、最初これを使ってですね、まあ、実際釣りをして、まあ、エギが真下に来るのか離れていくのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。じゃあやり始めますね。タングステンのパープル鉄板からいこう。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。もう春なんでね、もちろんその数は上がらないですけど、はあ、また狙いで、はい、でそこついたら、まあそこからどうでしょう、まあ数メートル上げるぐらいの感覚でしゃくっていただいて、これでピタッと止めて当たりを待ちます。でこの当たりを待つ時間なんですけど、活性の高いイカがいるときは本当に止めた瞬間に当たることも多いですし、はあ、まあ大体春なので、まあ、長くて30秒ぐらい待っていただいて、で当たりがなければ、はい、もう一回ここから上げるのではなくてもう一回着底させます、はい、で着底させるときね、ラインは水面に浮かべるとこれで糸が止まります、出が止まりますので、そんだらまあ着底しているということですね。当たりました？当たりましたよ、今食い上げたみたいなラインがふわっと上に戻りましたよ。何やろ今の。うわ、当たった。魚や。あ、魚、魚っぽいですね。めっちゃええ当たりだった。何が釣れた？おおおメバル？ええやつ、大物はた。大物。一匹目って言っていいの？イカ釣りやけど、美味しいお土産ゲットー。私的には嬉しいよ。ちょっとね、進んでる塩なので、こういうちょっとナチュラル系の個性が茶色で赤テープのものを使ってみたいと思います。あ、来た。お、来たー。おー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 おお、慎重に来ます。1杯目来ました。5、600ぐらいかな。まあとりあえず1杯目大事に来ましたよ。さあどんなサイズかな。あ、お目にできた。本当？お、キロぐらいはあるんじゃないですか。あ、キロありそうや。おー、キロキロキロ、めっちゃ久しぶり。わー、
しいね、やっぱりね、この重み引き。あるわ、全然。ありますか。はい、ありがとうございます。わー、やったやりましたー。シャンシャンシャン、5、6回尺印のピタッと止めた瞬間の理想的なティップランのピンピンと穂先が戻るわけです。おー、いい感じですね、いい感じ。1キロありますか。キロぐらいありそうですね。はい、重たいっすで、今あ、来た。マジか、マジか、おい。ティップがスクイートジーカのパープル、ほんまに釣れますよ。さっきとよりはちょっと小さいか。今日ないか。さっきはちょっとちっちゃい。でも私的にはありがとうございます。すごいすごい。あ、私はもう紫一色で行ってます。楽しいね、ティップラン。久しぶりに満喫してます。ティップがめちゃくちゃ戻りました。ではですね、今日使用しているエギを紹介させていただきます。バレーヒルの、スクイートシーカーですね。いつものように HM っていうこのヘッドの部分がですね、タングステンでできたスクイートシーカーになりますけれども、これの 43g、 船の流れるスピードとか水深によってですね、この 35g の MH ですね、 MH っていう刻印みたいなのが入ってますので、これで、見分けがつくようになってます。で、逆にね、レギュラーの方はここ何も印が入ってないんですね。ライトチューンは 23g で、あの水深がね 20m 以下で船があんまり流れない時ですね。で、まあちょっとキャストして斜めに引いたりする時に、重宝する駅になります。まあ、水深とか、船の流れるスピードですね、それに応じて、まあ、実際釣りをしているラインの角度が45度から水面に対して45度から60度ぐらいになるようなエギを選択していただいたら、まあ、ティップランの釣りがしやすいカニになると思います。スクイートシンカーにつけるオプションのシンカーでブリッドシンカーっていうのがあるんですけれども、例えば同じ 43g でも、例えばライトチューンに、23g に 20g を足すっていうのと、まあ、そのままタングステンのシーカーを43g を使うっていう、ウエイト自体は一緒なんですけれども、まあもちろんこういうのにこういうヘッドをつけるので若干抵抗が大きくなったり、ヘッドが重たくなったりするので沈み方とかね違いますので、もしそういう試したいなと思う機会がありましたらね、一回使っていただいてどういった感じになるかっていうのは勉強していただきたいと思います。実際のシンカーはですね、止めるためのラバーバンドが入ってますけれども、透明のものなんでね、すぐどっか行っちゃったりするので、そういった場合はまあ別売になりますけれども、こういうティップライン用のラバーバンドと同じものを別売にしてますんでね、予備のために持っていただくと、まあ、非常に便利なので、またよろしくお願いいたします。ですね、今日、水谷さんに、使ってもらっているロッドがですね、バレーヒルの、レトロマティック RMS68S の N&D っていうモデルになります。最初から穂先が2本ついてます。ティップラン向かい風の中で釣りをするので、しゃくり慣れてないとですね、糸吹けでですね、この穂先にですね P ラインが絡むことが、ね、よくあって、それに気づかずね、誘いとか例えば当たりあって合わせるとどうしてもね破損してしまいます。予備の、穂先ですねあるとですね、安心して釣りができますんでね。であと、まあ、ティップランだけじゃなくてね、イカメタルとか他の釣りにも使えますのでね、もし機会がありましたら店頭で触っていただければなと思います。パープ変えてみます。嘘やろちっこい。いや、紫に変えたら来たやっぱりでしょ。今ちょっと水谷さんがこうちょっとね、ポンポンポンと紫で釣ってて、まあ私もちょっと位置になって変えなかったんですけど、まあ一応紫に変えたらすぐ来ましたね。もちろんね、色変えたから来たのか、まあたまたまそこにイカがいて来たのかちょっと分かんないですけどね。
まあ、でもこういうのってねすごく大切ですよね。変えた途端に聞きたい、あやっぱり紫がいいんだなってこう思うことが大切だと思います。ちっちゃいあたりがありました、ツンっていうあったような気がする。来た、きっと来ました。お、来たあさっき当たってたん、そうや、そしたら今日は水谷サンデーですね。いやすごいすごい、上等上等、はい、ありがとうございます。ビュンってピュンっていうティップがもう今日は理想的なティップラン。ということで上がってまいりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうめちゃくちゃ楽しかったです。久しぶりにティップランらしい当たりをね取れました。これね今日はもう大活躍で本当にお見それしました。いやとんでもないです。スクイットシーカーの 30g のやっぱりお気に入りのカラー、信じたカラーって来てくれました。そうですね、やっぱり今は釣れるって信じているカラーだとね、うん、当たりも出ると思います。本当ですね、すごく引きもね楽しませていただきました。で今日はお世話になりましたのは、バレーヒルの西田健一さんが始められたというタートル号なんですけども、はい、ちょっと船についてね、そうですね、お話を伺ってみたいと思います。はい、今日はお世話になりました西田健一さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はもうナイスポイントのおかげで私来らせていただいてそうですね、まあ、このように皆さん気軽に来ていただきましたら、ポイント連れてっていただいて、釣らしてくれますが、僕はティップランしかやらないんで、キャスティングとかはしないんで、はい、9月ぐらいかな、4月頭ぐらいまでですね。あ、期間限定 で、 そうですね。そして土曜日、日曜日、日曜日だけです。あ、日曜日だけ、だけ、ティップランのみということです。まあそのシーズンによってね状況なども聞きたい方も多いと思いますので、電話番号の方こちらの方ですのでかけていただきましてね、ものすごく楽しいです。あたりがねやったことない方も気軽にティップランエギング楽しんでいただきたいと思います。ということでお世話になりました、バレーヒルの大西正人さん、そしてタートル号の西田健一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。うん、美味しい。どこで仕入れたんだろうね。佐田原だよ。美味しいお魚の佐田原でお待ちします。